皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。スノーマンが10月30日にリリースした4枚目のアルバム、レイズが発売から3日で売り上げ100万枚を突破したことが話題だ。今乗りに乗っているスノーマン。現在グループは冠バラエティ番組、それスノーマンにやらせてください。TBSK がゴールデンプライム隊で放送され、 メンバーそれぞれもドラマや情報番組などで活躍国民的アイドルとしての地位を築きつつあるそこで今回は1040代の男性100人に好きなスノーマンメンバーについて聞いてみたアンケートサイトボイスノート調べ画像男性が選ぶ好きなスノーマンメンバー憧れのラウールを抑えたトップは第3位11.0% は佐久間大介佐久間は大のアニメ好きとして知られ、声優としても活躍。8月には、朗読劇リーディングワールドユネスコ世界記憶遺産舞鶴への生還、約束の果て、で、朗読劇に初挑戦するなど、活動の場を広げている。サックンの愛称で親しまれ、ピンクの髪色がトレードマークのムードメーカー的存在で、 アクロバティックなダンスパフォーマンスでもファンを引きつけている。自分と同じアニメ好きというところが共感できる、20歳、男性、学生フリーター、アニメオタクなところに好感を抱いた、41歳、男性、コンピュータ関連以外の技術職、真面目なところ、39歳、男性、研究、開発、トークが上手だから、33歳、男性、 金融関係面白いし顔がかっこいい33歳男性明るいキャラが際立っているから40歳男性パートアルバイト第2位は高身長イケメンのラウール第2位24.0%はラウールラウールはグループの最年少メンバーで1 9 0ンチを超える高身長を生かしてモデルとしても活躍 6月にはパリのモデル事務所、バナナス・モデルスに所属したことを自身のインスタグラムで報告。9月にはパリで開催された、アンリア・レイジ2025春夏コレクションに登場したことも話題になった。今年8月には映画、赤羽骨子のボディガードで、3年ぶりの映画単独主演するなど、マルチな活躍を見せている。身長が高くイケメンで憧れる、 15歳、男性、学生フリーター、しゃべりが面白い。23歳、男性、パートアルバイト、顔と性格がかっこいい。19歳、男性、学生フリーター、演技やダンスなど、マルチな才能に溢れているし、人柄も良い。36歳、男性、学生フリーター、ダンスが一番うまいと思う。32歳、男性、名前までかっこいい。 32歳男性ユニークなところが好き26歳男性学生フリーターモデル体型でダンスもできるので絵になる37歳男性どう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう